川の中に入って、ああはいはいはい、あそこがね川やとけてる、ああ確かにすごい伸びちゃってます ね、いやすごい、ここが綺麗に見えるね、こっちね、こっちすごい綺麗です ね、いや綺麗だ。川も綺麗だ。ここは愛知県の瀬戸市でございます。いいところに来たな、最高だ、素晴らしい。こんばんは、4月2日金曜日の夜でございます。広瀬すずと申します、よろしくお願いいたします。現在時刻は4時30分です。どうも初めましての方、広瀬すずと申します。私はですね、毎日毎日動画をアップしております。何をしているかと言いますとですね、大丈夫だよ、見てくれてるあなたに大丈夫だよって言い続けるというね、そんなことをずっとやっております。といってもですね、まだ半年でございます。まだ半年ばかりですけれども、これからも毎日大丈夫だよって言っていきたいと思っております。さあ皆さん、金曜日でございます。もうね、お仕事終わってお家でビール飲んでるという方もいらっしゃるでしょう。明日お休みでね、もうゆっくりされてるという方、本当に今週も1週間お疲れ様でした。いや本当にね、日中は暑くて日陰が恋しくなるというようなね状態でございますね。本当にいい一日だったなぁと思っております。本当に皆さん、ちょっとカメラ下向いてますね。大丈夫ですからね、大丈夫ですよ、大丈夫ですから、うん。というわけでまた明日もですね、土曜日も私大丈夫だよ言っていきますということなので、また明日よろしくお願いいたします。広瀬すずでした、おやすみなさい。ちょっと待った、今電話がありましてですね、契約を打ち切ると今月4月13日をもって今の仕事終了となりました。まあそんなことがちょっと伝えたかったので、先ほどまた明日さよならなんて言っちゃいましたけれども、ちょっと待ってというね、まあでも今伝えさせていただきました。私4月13日をもってまた無職になります。でも大丈夫だよ、大丈夫だからね、僕は、みんなも大丈夫。さあ改めまして、また明日会いましょう。ありがとうございました。平山茂でした、おやすみなさい。大丈夫